了承ください。しかし若干今トラブっておりまして、少し開会の時間を遅らせていただいております。70周年追悼集会を始めさせていただきます。私、追悼する会の事務局長橋本です。どうぞよろしくお願いします。まずはじめに福島丸爆沈により犠牲となられた方々を追悼し、平和への願いを込めて1分間の黙祷を捧げます。突然に爆発し、船体は真っ二つに壊れました。乗っていた朝鮮の多くの人たちが力尽きて沈んでいきました。この大爆発を浜辺で目撃した下砂漠の人々はすぐに船を出して、土地も仕事も失った朝鮮半島の人たちが激増し、日本への家族、亡くなられた人たち、そして故郷で帰りを待っていたご家族にとって、その悲しさと無念さは言葉では言い尽くせるものではありませんでした。もう一日後悔したら、懐かしいふるさとが見えてきたのに、そう思うと本当に気の毒で、私は幸いにも人間としてこうして故郷に帰れなかった朝鮮の人たちのことを思うと、せめて何か一つでも協力させてもらわないと申し上げ、なるべくどんどんどん後ろから並んでいらっしゃる方はどんどん横の方に広がっていただけたらと思います。8月24日午後5時過ぎから爆心し、以来9年間進んだままです。今しばらく行こうと思ってました。全員そのままで、お待ちいただけたらと思います。いただきます。どうか合唱してください。はい、お願いします。ありがとうございました。